今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。いやー、ゴールデンウィークですね。もう頭の中は休みのことでいっぱいですゴールデンウィークといえばいろんなスポーツイベントも開催されてるかなと思うんですけど、はい、サッカーも一年中ですけども、はい、特にね、ゴールデンウィーク中は2試合ぐらいでしかあったかな。ぜひ皆さんは競技場に足を運んでみてください。はい、そういう番組じゃないということで今回ご紹介しますのは、はい、スポーツは力を生む、その力は日本の未来を作るというこちらの企業様です。東京オリンピックが開催される2020年まであと5年。世界のトップアスリートが東京に集結する世界的なスポーツの祭典がオリンピックである。そんな中、日本国内におけるアスリートをサポートし、さらにアスリートを応援する人を応援するという企業がここにある。そういえば俺はオリンピック行くって言ってたなと思って、でちょうどその後に東京でオリンピックがあるかもっていうのがあったので、じゃあここで何かの形でスポーツ界に恩返しをしてオリンピックに携わっていくみたいなので、スポーツの力を信じて、スポーツの力で日本の未来に貢献する、株式会社アスリートサポート、代表取締役社長横原芳人。代表取締役社長の横原は自身が名門順天堂大学駅伝部の出身であり、誰よりもアスリートのセカンドキャリアの大切さを知っている人物である。そんな横原が立ち上げたアスリートサポートでは、アスリートとアスリートを応援する人を応援するをテーマに、インターネットサービスサイト運営事業、アスリート支援事業、クラブ運営支援事業といった事業を展開している。さらにアスリートのセカンドキャリアとして、アスリートを介護施設などの福祉業界へ積極的に就職を斡旋するなど、サポート体制にも力を入れている。企業理念に日本におけるアスリート、スポーツの価値を向上させ、アスリートやクラブチームがなくてはならない存在にしていくための支援をすることを掲げた横原に、日本におけるアスリートの現状、今後の企業としての展開について話を聞いた。社名にもアスリートと入ってるだけあって、はい、横原さんご自身も名門の順天堂大学で、うん、駅伝部のアスリートだった、はい、ということなんですけども、駅伝部走ってられたんですね、はい、アスリートのセカンドキャリアの現状についてはどのように感じていらっしゃいますか。まあ、大卒であれば問題はないんですけども、うん、やっぱりその出て、まあ、サッカーとかもそうですけど、はい、27とか8、4、5年やっていく中で、うん、やっぱり急に辞めても、やっぱり実はサッカーしかしてない、野球しかしてない、バスケットしかしてない、陸上しかしてないっていう人たちがやっぱり急にこう働くっていうのってすごく難しいのはやっぱり現状ですね。なので、まあ、ほとんどやっぱり現状としてはアルバイトしていたりとか、まあ、本当に超有名人になってくるともうもちろんテレビの世界とかそういう仕事が待ってますけども、そうじゃない人たちの方が圧倒的に実は多くて、でほとんど働けてないっていうのが本当に現状。やっぱりスポーツ一つのことをガーッと没頭しちゃうときに、やっぱりこちらサイドは社会に適応していくっていう面では少しマイナスになることってありますよね。そうですね、本当にその世界では本当にすごく名をなされた形、プロまで行かれた形なので、そこは素晴らしいところではあると思うんですけども、やっぱり社会人っていうところで言うとまだ赤ちゃんなんですね。なのでそこをやっぱりこう変えていってあげて、でもやっぱりそこまで来たっていう素晴らしい部分、まあ、ポテンシャルはありますので、はい、そこを今度生かしてあげるっていうところ、社会で生かしてあげるっていうことが必要なのかなっていう。なかなか意外とでもやってきた選手もその社会に出ていく自信っていうのがなかったり、うん、その今言われて、ね、言っていただいたやってきたんだよねっていうところを自信に持っていけばいいんだけども、はい、一つ社会に戻るとすごくこうなんていうかマイナスに思っちゃって、はい、その気持ちがなくなっていくのよ。全然生かされないっていうのが最初そういうふうに思っちゃうんだよね。要はその競技しかしてなかったからっていうところが頭にあって、自分は社会にはちょっとみたいな、まだ適応できないみたいなところで元のも自信を持ってればいいのに。そうですね、本当にさっき僕もお話したようにポテンシャルは持ってるんですね、はい、よく言うのは自信に例えるんですけども、アスリートって縦揺れに強いんですけど横揺れに弱いって、はい、
という感じです。もう今日はキャリアが変わっちゃうと、はい、もう今までやってきたその信念とかを忘れてしまう、はい、そうなんです。そのジャンルの要は縦揺れに関しては強いけど、うん、他のものになるとちょっと全然対応ができなくなってしまうっていうのが現状にはある。だからさっきミシェルさんおっしゃっていただいたみたいに、あの本当はそういうことやってきたのに忘れてしまってるとか、自信がやっぱりそうなるとないとか、持てばいいんですけどなかなか自信がないとか腹がくくれないとか、まあ、結構そういうのがやっぱりそういうところでもサポートをしていただけるわけですか。そうですね、はい。起業したきっかけっていうのは、起業したきっかけですね、はい、あの僕は、まあ、先ほどお話しさせていただいたみたいに陸上競技をずっと中学からやってたんですけど、はい、中学やるときに、まあ、親にもうオリンピック行くんだと、オリンピック行くから陸上競技させてくれって言っていて、まあ、地元鳥取県なんですけど、地元でずっとこう友達とかにも俺オリンピック行くからねって言ってたわけですよね、うん、で順天堂大学行って、まあ、結局そこでキャリアを終えることになるんですけど、まあ地元に帰ればホラ吹きになってしまうじゃないですか、うん、あんなオリンピック行くって言ってたのに、はいはい、お前半ばで諦めたねっていうのがちょっとやっぱりずっと引っかかってた部分があって、で2012年のロンドンオリンピックのタイミングでたまたま僕会社をその時に辞めていて、で見てたらそういえば俺オリンピック行くって言ってたなと思って、でちょうどその後に東京でオリンピックがあるかもっていうのがあったので、じゃあここであの何かの形でスポーツ界に恩返しをしてオリンピックに携わっていくみたいなので、それで最後あのオリンピックに携わったよ、オリンピックに出たよっていうふうに帳尻合わせたいっていうのがあって、うん、まあそれがやっぱり起業の一番のきっかけ、自分の中でね、自分の中でまだやりきれてないものがあるっていうところがね、はい、なるほどな、うん、でスポーツを駅伝をやられていて、そういうランニングをやられていて、はい、でそこからの転身じゃないですか、要はそういう職についてきたわけですよね、はい、我々からすると逆の憧れがあるわけですよ。あそういうことができんだ社会に出てっていう、うんうんうん、これはね本当に思うことなんですよ。だから頼りたくなるんだ逆になるほど。だから今回のねそのお話をいただいた時も、いや聞いてみたいなっていうね、どこまでサポートしてくれてんだとか、はい、どうやってアプローチするのかなとかね、うん、感じましたよ本当に、ね、いやでも本当にあのおっしゃっていただいてるみたいに、やっぱ僕陸上競技やってきた中で、結構ビジネスに役に立つことって経験してるんです。当時は当然そんな風に考えてないですよ、はいはい、これが将来ビジネスに役に立つとか考えてないですけど、今振り返ってみるとやっぱりビジネスに役に立つようなことをスポーツの世界で学んでた。ありますか。ありますあります、もちろんそれはもうそれはどの種目の人たちにとっても、はい、例えばゴール設定をする、はい、ここまでにこうなりたいっていうゴール設定、うん、そこから逆算をしていくって、これ例えば営業でいうとこういう目標を立てて、それに対してこういう行動を取っていくっていう、そういう強いものはありますもんね、はい、でそこに向けた時の腹のくくりって言ったらもうアスリートっていうのはやっぱ強いですから、覚悟が決まっちゃうからね、覚悟決まっちゃうと実際こう具体的にサポートをされてる内容としてはどういったものがありますか。まずアスリートの特性ってやっぱあるんですね、うん、やっぱり今の日本のスポーツの中でそのセカンドキャリア事業っていうのが実はあまりうまくいってないっていうのの一つの要因が、うん、一般の企業さんから一般の企業さんに移る転職とは大きく違うんですね、うん、もう全然社会からかけ離れたところにいらっしゃった方を社会に入れるわけですから、うん、やっぱりそこの部分で言うとまずでよくやっぱりそのプロチームにいらっしゃる時とかプロでやってらっしゃる時にそのキャリアサポートとかってあるんですけど、はいはい、やっぱり選手ってその時に引退後のことなんか考えてないじゃないですか、うん、皆さんがサッカー選手だと皆さんがカズさんぐらいまでいけると思ってやってますからね、僕も 4,50 までやるんだみたいな、日本代表に行くんだって思ってるのに、いや、やめてからの話なんて言われてもっていうのがやっぱり聞けない、やっぱり右から左になるのは当然だと思うんですね。僕もやっぱり競技やってる時に働くってことなんか考えたこともないですし、辞めるって当然オリンピック行くと思ってますから、そうですよね、うん、そんな風にはやっぱり思えなかった部分があるんですよね。それをあの引退しようだとかその辞めた選手の方からこちらに、来るわけですか、そのアドバイス頼むだとか、次のキャリアに相談に来るわけですか。それもありますし、僕の方からももちろんアプローチをかけさせていただいて、各団体のその団体ですか、はい、選手会だったりとか、うん、まあ、選手、そういう、まあ、個人の選手会ない、あの
協会とか団体もありますので、そういうところに選手直接とか、まあ言っていただいたみたいに選手からご相談を受けたりとかっていうのはあるんで、まずは選手のカウンセリングというか、あなたにこういう能力があるんじゃないのっていうのは、その紐解いていけば必ずそういう場面っていうのは実は出てくるんですね。本人が気づいてないだけで、そうですね、はい、気がつけないですね。気がついてらっしゃらないので、それを気がつかせてあげるっていうところを、ね、やめた瞬間にね、エイちゃんね、心が小さくなるんだよ、はい、こんなになるんですよ。閉じこもっちゃうの。今後どうしようっていう、もうどうしようっていう、若くて、はい、あの、うん、若い選手は若い選手だからこそそういう風になるわけ。なんか次にやりたいことって言っても、何でもいいから書けって言われても書けなくなっちゃったり、ね、全部気持ちがそこに向いてたから、それがなくなっちゃって、どうしたらいいか分からなくなっちゃう。だからね、最近カズさんがおっしゃってましたけど、辞めた後のあれが浮かばない、イメージが分からないって、多分結構皆さんそうだと思うんですよね。書けって言われても本当に書けないですよ。それカウンセリングありますよね。そういうのね、やっぱりされるんですね、はい、そういうことをね。そうですね。でもう一個はやっぱりその企業さん、弊社のちょっと変わってるところは、企業さんにの社長さんとか入れたいんだけどとか、そういうスポーツを支援していきたいって言ってくださる社長さんとかも結構いらっしゃるんで、そういう方たちにただ紹介をするだけじゃなくって、こういう人たちが来ますと、でこういう人たちでこういう能力を持ってるので、こういうふうにまあ、使ってあげてくださいっていうのも変ですけども、うん、こういうふうに見てあげてくださいっていうのをやっぱ伝えて、お互いそこでマッチングしていかないと、結構入った後のミスマッチっていうのも多いんですよね、うん、なるほど。あ、やっぱ人だから難しさはあるのかな。そうです、そうです、そうです、そうです。アスリートサポート様の今後の目標を教えてください。今後の目標ですね、はい、やっぱりスポーツの価値、日本でのスポーツの価値、アスリートの価値を上げていくことなんですね、うん、もうなくては困ると、いなくては困ると、はい、アスリートが日本を支えてくれてるんだっていうところまでどう持っていくかっていうところのインフラ、お手伝いをするのが弊社 の、 一番考えているところというかビジョンですね、はいはい、最後になりますが、横原さんの格言を教えてください。ある尊敬している経営者の方に言っていただいた言葉なんですけども、社会貢献の継続のためにお金を稼ぐんだっていうところの部分ですね。なので利益が上じゃなくて、僕は社会貢献が上にあって、それを継続するために利益がある、うん、僕の、まあ、人間観っていうところも含めて、そういうのが実はあっていて、あんま稼ぎたいっていうことより稼ぐことが目的ではなくて、やっぱりその社会貢献をしたいと、まあ、スポーツを通じた社会貢献をしていきたいっていう中での継続を、やっぱりこれ 長いスパンで見てますので、長続きするためにはやっぱ収益が得られるっていうのが、やっぱそこがまあ格言になるのかどうかなんですけども、そういうふうに思ってます。いやいや、もうぜひぜひね、元アスリートとしてね、まあ、お会いできてとっても楽しい、はい、いい時間でしたけども、はい、さらなるサポートをね、はい、これからもぜひよろしくお願いしたいなと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ、ということで続いてご紹介する企業様なんですけれども、いつもと違う登場してみたんですが、はい、驚きました。家の前からかぶったぞみたいな失礼しました。やっぱりね、新しいことをしたいときには、はい、古いものを壊していかなきゃいけないんじゃないかなと思ってやってみたんですけ ど、はいはい、ということで次の企業様なんですけども解体作業、消音効果のあるオリジナル工具の販売などを行っているこちらの企業様です。広島県の東部に位置する福山市、ここに建物などの解体作業に使用するオリジナル工具、特殊工具の研究と開発、販売を手掛ける企業があるという。私は壊して終わりじゃなくて、壊した後は補修工事というか直すわけですから、直す時にいい状態を作り出す、ただ壊す会社ではなく、次の仕事のためにいい状態を残していく会社っていう自負がありますので、そこがちょっと違うと思います。規制概念にとらわれない作業環境の改善に取り組む株式会社吉岡システム、代表取締役吉岡弘信。
この筒状の装置、実は吉岡が考案し開発したコンクリートブレーカーレボリューション、通称 CBR マフラーというこれまでにない画期的な消音器である。この CBR マフラーをコンクリートブレーカーという解体工事などの工事現場で使用される機械に装着するだけで、解体作業中に発生する騒音を抑えることができるという。すでに JR 東京駅丸の内耐震改修工事に使用されるなど、 CBR マフラーは多くの工事現場で使用されている。また吉岡は工事現場で発生するホコリ・粉塵対策としてイージークリーンという集塵機を開発・販売するなど、工事現場の作業環境を改善するさまざまな装置を生み出している。さらに今回ブラストと超高圧水の長所を併せ持つというハイブリッドブラストという吉岡オリジナルの検索工法についても紹介する。従来の概念にとらわれない作業環境を改善し、新しい製品を次々と生み出していく吉岡の発想力、原動力は何か、吉岡に話を聞いた。今は広島と東京に会社があると、はい、そうですね、はい、で開発もされて、開発に携わるっていうのは、それはもう自分本来からそれが好きだったとか、はい、そういうことが好きだったとかっていうことなんですか。そうですね、もちろんつながりはね、親とのあれはあるんでしょうけども、うん、そうじゃなくてご本人様が、そうですね、うん、ものをやっぱこの考えて自分で作るような好きだったんですけど、うん、でもやっぱり自分がここまでその消音器っていうのを作るって決めて、うん、で形にするまで5年間かかったんですね、うん、でまあそれは先輩30で社長になったので、年配の50、60の社員さんがいっぱいいて、やっぱ30で社長になったら向こうの方からしたらね、うん、若い社長であんまり、そうですよ ね、よく思われませんよね、なんか先輩後輩じゃないですけどね、もう口の聞き方も難しいですしね、話し方もね、でまあ非常に非常に楽しい目にあったわけですよ、うん、もう上の方からのいろんな目線があり、うん、だから私はそこで、うん、ね、口で言っても仕方がないので、うん、それは何か形にしたいっていうのがあって、うん、でどうせやるんだったらみんながね、音なんとかならんのかと、うん、このバリ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 うるさいやつ、あれなんかなんとかならないのっていうのをよく聞いてたん で、はい、でそれをちょっと形にしようで5年間頑張って、で特許取り、国土交通省の番号を取り、2012年には国の機関でもナンバーワンの評価をいただいて、すごい、そうですね、インターネット上で販売させてもらって、インターネット上で、はい、いやこれはコンクリートだ、はい、ここにももう一つその大きな、こちらは、これが、はい、今言ってた、はい、そのコンクリ消音器なんです。はいはい、へえ、これを開発されたんですか。そうです、これがだから、はい、こういうコンクリートを壊す立って使う、はい、こんな大きい、あの機械に、はい、うん、知ってるのはそこですからね、はい、そうです、そうです、うん、これにつけるんですか。そうです、これに下からこうカポッとつけて、なるほど、でこれをつけることで、実はこれ中身見てもらったら分かります、はい、これ空っぽなんですね、はい、空っぽですよね、これ何も入ってないんです、ね、うん、もうバラってね、はい、通ってんですもんね、はい、でなぜこれで静かになるかって言ったら、うん、これ空気の流れ、うん、これ実は音がうるさいんじゃなくて空気の速度が速すぎて、時速300キロぐらいで空気がバン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 出てるから、うん、うるさかったんで、それをこう回転させて、この出口がこういう形になってますから、うんうんうん、中で回転させること、音を反射させること、でここが緩衝材みたいにもなってますけど、これ面白いものですよね、これね、そうです、ゴムのような、なんか特別なあれのような、そうですね、これは結構特殊な素材を使ってまして、でこの組み合わせになるまでもう現場で、ね、使ってもらったら大きさが大きいだ、ちっちゃいだ、これじゃあ力が弱すぎるだを、もう日々うちのスタッフに鍛えられ憧れるね、でもこういう開発に携わる人っていうのは、そうですね、すごいですね。で、あとこれここの先っぽをこう変えることができるんですね、こんな感じで、でこっちだと打撃力を極力維持したまま静かにする でこっちは打撃力がある程度落ちますけども限界まで静かにさせるって感じで、やっぱ音なんだね、そうです、やっぱりね、で、まあ、こういう感じの発想してるのはうちだけなのと、やっぱり現場でうちのスタッフが使ってるから、やっぱりこう使えないものって同じ社内だから好き放題言われるんで、
こんなもん作ってどうすんだよ、全く使えねえとかって言われるんですか。そうそうそう、それを言われ続けたんで、まあね、そのうち文句言わなくなったらから、まあ、この辺がバランスいいとこだなっていうのでね。そういう開発グループは何人もおられるんですね。いや、もう基本私だけです。こもってる音がするから、こもってるやることじゃないけども、うん、で他社の方と組んではいますけど、社内では私で、私とこの形を作ってくれる方だったり、私とこの素材を作ってくれる方だったり、でその3人が一緒に話したりだとか。だから私は小さな会社だけど、小さな会社と小さな会社と小さな会社組んだら、それはそれでチームができるので、サッカーじゃないですけど、ね、自分の得意なとこ得意なとこ得意なところを組み合わせて何社かで作り出してるって感じです。この子なんていうお名前なんですか。これはね、 CBR マフラーっていう名前なんです。 CBR マフラー、はい、C がコンクリート、 B がブレーカー、はい、で R がレボリューションで、コンクリートブレーカーに革命を起こす消音器を作ろうと思ったんで CBR マフラーで。なるほど、はい、この CBR マフラーの他にも2つ、うん、はい、特徴とされているところがあるとお伺いしたんですが、そうですね、はい、さっきちょっとここにコンクリートの塊がありますが、これ打撃で壊すとこういうふうにデコボコになるわけですね、はい、でこのデコボコになったところの、これちょっと見ていただくと、はい、こっち何にもしてない壊した状態です、はい、こっち石がたくさん出てると思います。はい、出てますね、全然違いますね、はい、要はここに高圧水って言われる時速3000キロぐらいで水をバーッとぶつけると、はい、このセメントって言われてる白いとかグレーのところですね、はいはい、このグレーのところが取れてこんな状態になるわけです、うん、はあ。これが今私が東京に来ていろんなところにちょっと PR している、うん、その小水量ウォータージェットって言って、うん、1分間に 2.5 リッターぐらい、ペットボトル1本ちょっとの水を1分間かけて時速3000キロでぶつけることでいろんなものを剥ぎ取れるんですね。はあ、なるほど。じゃあ明らかにこれは違う、こっちを求めてるわけですね。そうです、そうです。でこれだと次の仕事がやりやすいとか何かあるわけですか。はい、そういうことです。何が違うかといったら、はい、これ打撃で壊すと、ここコンクリがもともとこのもうちょっとあったわけですけど、はいはいはい、壊しました。で綺麗に取って掃除したつもりなんですけど、はい、実は打撃を与えたところってよく見てもらうとひびが入ってます、はい、いろんなところに。本当だ、はい、でこれ目に見えたひびだけではなく、これはみんな知ってると思うんです。あ、ひび入ってるよね、しょうがないよねって思うけど、実はこの石の周りも全部振動が加わってるから、ほんの少しですけど脆くなってるんです、はい、そこに水をかけるとこのグレーのセメントが取れて、まあ、石が出るわけですが、はいはい、見た目はですよ、はい、こっちの方が後々やりやすいように見えるよ、ね、削れてますからね、削れてしょ、このまんまフラットでね、はい、ところが実際は耐久性も含めて、うん、こちらの方が次に取り掛かりやすいんだね、うん、これね。そうです、このセメントって言われてる、このコンクリートってからこうグレーじゃないですか、はい、このセメントはどこにくっつくって言ったら、この石にくっつくんですから。はー、そうだよね、なるほど、上の、あの小麦粉にはくっつかないよね、はい、確かに。そうなんです、うん、そういうことなんです。それを取りましょうっていうのが今もう一つやってる、その小水量ウォータージェットと、はい、でもう一つがあのモイスチャーブラストって言って、これは海外の特許機材なんですけど、それは今度はサビを取るとか塗装を取るとか、うん、そういうのを得意としてて、それを要は超高圧水っていう水で削った方がいい場合と、はい、モイスチャーブラストって言ってこの砂とか中に物を入れてぶつけるんですね、うん、あえて物を入れてぶつける、つける、でその2つを併用して使うっていうのが今ハイブリッドブラストっていうので、今私が進めようとしているやり方なんですね。はあ、でこのハイブリッドブラストっていう考え方は何かって言ったら、今まで日本でやってるのはこの打撃で壊すと振動を与えて表面が脆くなります、はい、それが嫌だから打撃使わないで高圧水でコンクリ壊しましょうってやってるところがあります、はい、そうすると、そうなんです。もう多分テレビでも皆さんも多分超高圧水とか、ね、はい、ウォータージェットって聞いたことあると思うんですけど、はい、実は手で壊すのに比べて、ウォータージェットでやるとちょっとまあ一概には言えませんけど、50倍から70倍コストかかります。へー、あの膨大な差です。あるんだ、ありえないね、できないね。そうですね。ですから。ウォータージェットが高いのは1日に10トン近い水を使っちゃうんで、そんなに使うんですか。そうだよね、ずっと、うん、じゃあと打ち続けるわけですね、そうしたらそれが全部廃棄物になっちゃいますから、はい、水も使うけどその廃棄物の汚水処理も大変なんです、うん、あ、なるほど。
であと他にその高圧水でやる人っていうのはうちは水しか使わないから余計なゴミが出ないからいいですよって言ったりするんですね、うん、で先ほど言ったブラストっていうのは砂とかを吹きつけるから、はい、その削った錆とか塗料以外に砂もゴミになっちゃうから、水の人はあの錆とか塗料とか最低限しかゴミになりませんよ、でもブラストは検索剤がたくさん使っちゃいますよって、で要はウォータージェットやってる人とブラストやってる人はライバル関係なんで、うちはこっちの方がいいって、うちはこっちがいいって言ってるんですけど、私やってるハイブリッドブラストというのは適材適所で両方使おうなんです。なるほど、わかります、実はそういう発想してるとこってほとんどないんです、どちらかに偏ってしまう。そうなんです。はあ、素晴らしい、で、もう一つがこの打撃で壊すと振動を与えてコンクリ弱くなるから超高圧水にしましょうって言ってるけど、私は打撃で壊した後に高圧水を本当に少ない水をかけましょうっていう。だから昔のウォータージェットが1分間に20リッターぐらいは使うんですけど、うちのは1分間に 2.5 リッターぐらいですから8分の1ぐらいなんで、で、まあ、それをちょっと進めていってます。今後の目標についてお伺いできますか。はい、今後の目標はもう本当にこういうコンクリートを打撃で壊した後は、はい、その小水量ウォータージェット、それを使ってきれいにするっていうことを、もう本当に建設業の常識にしたいと思ってます。最後になりますが、吉岡さんの格言をお願いします。そうですね、私あの心機一転っていう、あれ心構えを変える心機一転ではなく、私が意識しているのは真実の真に軌道の木、道筋の車書いて9ですね、で1はそのまま、天は発展の天で伸びるっていう字なんですけど、だけど私は本当の道筋を0から1で作り出してそれを伸ばしていく、だからこれっていいよねっていうのを作り出してどこまでも広げていくっていうことをやっていきたいと思います。素晴らしいね、はい、本当に広島で開発して、福山で開発して、東京でチャレンジして使ってもらうっていうね、そういうルートも本当にもうずっと熱くできていくように、お祈りしてますんで、ありがとうございました。ありがとうございます。ビジネスブックコレクション。アパート経営と聞くとサラリーマンにとってはハードルが高いというイメージを持っている方は多いかもしれません。株や FX などと同じようにリスキーな投資と考えている方もいるかもしれません。しかしアパート経営は実はサラリーマンにこそふさわしい非常にローリスクな資産形成手段なのです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら。サラリーマンが30代からアパート経営で年収を300万円以上増やす方法。この本を書いたのは田脇宗丈さん。千葉にて株式会社アメニティジョイハウスという不動産業の代表取締役社長として活躍している田脇さん。そんなプロの不動産コンサルタントの田脇さんがサラリーマンのための副業による資産形成術について書いたビジネス本です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。